豊島園庭の湯は西武グループの株式会社西武へに遊園地が運営する温泉施設。都営地下鉄大江戸線のための地中測定の際に地下に天然温泉があることが確認され、都内でも珍しい天然温泉を使用している温泉施設。豊島園に隣接し、2階建ての和風の施設内に数多くの温泉やスパ、サウナなどを完備した 温泉施設として2003年6月28日に開業した。日本を代表する造園家、小形建造によって作られた製品花1200坪の日本庭園が望め、大人が楽しめるくつろぎ空間を提供している。温泉に浸かりながら庭園の緑や草花を楽しむことができるようになっている。所有者は西武鉄道で株式会社西武園遊園地へ、 業務委託をしている。2020年8月31日をもって、豊島園は閉園したが、その後も本施設は引き続き営業を行っている。温泉を中心にエステやスパなど日頃の疲れを癒すために各種サービスが行われているフロア。バーデゾーンリラックスをしながら健康な体になれる以下のような施設が計六箇所あるエリア。バーデゾーンのみ、混浴施設。 ここでは、水着の着用が義務付けられている。浴室、露天ゾーン地下1445メートルから湧き出る、ナトリウム、マイナス塩化物、ゴージオ温泉を楽しむことができる施設。サウナゾーン各種サウナを体験することができる施設。美肌症、ボディクリーン肌に優しい赤すりを体験できる施設。従来の赤すりとは異なり、 血行促進と美肌効果を融合させた赤すりを体験することができる。岩盤浴、胸岩盤浴を体験できる施設。入館料とは別に利用料金が必要。日本庭園入浴後にくつろぎを楽しめる施設が揃っているフロア。リラクセーションエリア1階で様々なフロアを楽しんだ後、目の前に広がる日本庭園を見ながら過ごすことができるエリア。ほぐしョボディケアテワラン。 太古式療法2500年もの長い間いで行われている主義療法を楽しむことができる。歌詞を重点とする療法であり、体全体をゆっくりとほぐすとともに、普段ほぐしきれない筋肉や関節の歪みを調整してくれる。お食事どころ、緑水定式折々の食材をふんだんに使用した和食を楽しむことができるレストラン。 お土産所各種入浴剤や健康茶など、ヘルシーリラクゼーションをテーマとした商品を販売している。和室胸広々とした和室の休憩所。待ち合わせや談話などで使用することができるほか、事前予約をすれば貸し室や会食の場としても利用ができる。以下に該当するものの入場を禁止している。また、館内にて他の利用者に対して、 迷惑行為や控除両属反する行為また他の利用客に不快感を与える言動または行為をした場合はいかなる理由があったとしても強制体感させられるマッサージや岩盤浴などを行う場合には別料金が必要となる鉄道バスありがとうございます